下かふみです。この板はナショナルです。メタフリーライディングするときに僕は使ってますね。すげえカービングしていけるって感じがします。このナショナルは去年と比べてちょっと硬くなってて、張りがすごい出て、難しいこと言うとこのパワーボロットって言うんですけど、これが去年よりパワーアップして振動吸収の力も強くなってるんで、すごいスピードを出してもあの板バタつかないし、オーリーもかなり反発バチコーンっていける感じですね。一番オールラウンドに使えてカービングもできて、パウダーも全然いけます。なんでかっつったら、ただのキャンバーじゃなくてこの辺が六感なんで、こうキックが長い感じかな。しっかり踏むとノーズも上がってくるから、パウダーでも浮くし、カービングの性能もすごくいいんで、吹っ飛ばして滑る方にはいいと思います。